飯は真中の顔ですか、とかって言ったのか。今日のニコちゃんの夜ご飯はこれはキャベツが入ってる味噌汁です。こちらは酒ごまふりかけ付きのご飯で、こちらはマッシュポテトです。はいはい、ニコちゃんいただきます。はい、やったー。結構最近でもベビーフードに頼ることたくさんあるので、ご飯だけ5倍がゆで今作ってて、残りのおかずはベビーフードに頼る日も結構あります。2:1。あ、足上げよる、もしかして。あだあ、どうした。まーん。はい、大丈夫。はい、大丈夫、大丈夫、ありますよ。はい、0歳児、私、なんだかイライラしちゃう。イライラしちゃうの？お腹空いとるもんね。うん、いっぱい食べてね。鳥が気になる。横が気になりますが、今日は何もないんだけど、なぜか豪華に手巻き寿司ですね。はい、手巻き寿司ですね。久々に食べたくなったよね。うん、手巻き寿司の具ってさ、結構家によって違うと思うよ。魚肉ソーセージとか入れるんだよね。いや、そうなんよ。だけど今ないなと思ってこれだけって思っとる。ハンバーグとかもあるよね。そう、ハンバーグ入れるし、魚肉ソーセージも入れるし、カニカマも入れるし。カニカマはね、気使ってちょっと唐揚げ買ってみたんだけど。唐揚げじゃないんよね。唐揚げって手巻きに入れる？いや、うまそうだなと思って。もうちょっとなんか買えばよかったな。ニコちゃんが食べれるようになったら、もうちょい子供メニューの手巻き寿司用買わないといけないね。うん、何が食べたいですか？作ってあげますよ。マジで？はい、大将。はい。じゃあチキンと、チキン、唐揚げですか？うん。はい。と？卵、チーズ。卵、チーズ、はい。チキン、卵、チーズでとりあえず食べます。かしこまりました。はい。こんな感じで、ちょっと米これ入れすぎた。手巻きってなんかいいよね。手巻きはいいよ、アットホームで。これどうやって巻くん？巻き寿司はね、こんな感じになりますね、この。はみ出とるんじゃけど。こぼれ落ちそうな。はみ出とるんじゃけど、どうする？そういうメニューよ。まあね、いいと思うよ。はい、あーして。で、醤油は？つける。青もしてくれるんですか？それは大将ですからね。大将絶対そんなこと、先週寿司屋の大将。あーしよって思う。はい、はい、うん、どう？おいしい。最近ニコちゃんにどんな習い事をさせようかって結構調べたりするんだけどさ、イルナ的に例えばこうなってほしいなとか、うん、うん、ニコちゃんは結構音とかに対してリズムに乗ったりすることが多いよね。うん、だけ、まあ、音楽好きなんかなって思っとって、うん、確かに。ゆりなもすごい音楽が好きで、昔バンドをしとったりとか、うん、そうじゃね、エレクトーンを3歳から習わせてもらっとって、うん、大体の音階、あの音を聞いたら、うん、まあ、軽くだったら弾けるみたいな感じの能力をこう持っとったりするけん、うん、ちっちゃい時からその自分の将来、うん、ためになるものを習わせてあげたいなと思うんよ。うん、歌、うん、とかをやってほしいなって思っとって、ね、ゆりなもバンドのボーカルをしとったりとかするけん、はい、うん、歌だったら教えれるなっていう。歌歌う？そう。歌っちゃう？で、結構ニコもいい声しとると思うんよね。うん、親バカ。ニコが歌えるようになったらすぐに歌わせてあげたいし、うん、歌の楽しさを知ってもらいたいなって思う。なんかそういうだけ習い事とかもあるみたいよね。歌を習わせてくれるところだったり、リトミックっていうリズム感がこう子供につくような習い事だったり、いろいろちょっと興味がある。うん、俺はね、うん、英語とかはやってほしいかなと思う。あー、それはあるね。うん、英語はやらせたい。俺自身一人で海外に1ヶ月行ったりとか、ゆりなも一緒に行ったりとかしとるし、うん、なんか英語って楽しいし、まあそれこそ英語で音楽につながったりとかもあると思うけん、うんうん、ニコちゃんがしたいことをやってほしいっていうのは一番の気持ちなんだけど、うん、だけど
したいことっていうのはまだ分からんじゃん、子供には。そうじゃね、何が自分がやりたいんか、でそれを導いてあげるのが親の仕事だと思っとるんよね。じゃけそれをいろいろ試させてあげることを今はしたい、うんね、与えたいかなと思う。そう、イリナは今音楽とか好きなんじゃないかなって思ってるけど、全然音楽なんて好きじゃないよって言い始めるかもしれんし、そこは分からんのんだけど、ニコの意見を尊重しながら、まあ、成長させてあげれば、うん、それはね、いいかなと思う。確かに絶対よね、うんうん、皆さんもこんな習い事あるよとか、いいのありますよとかあったら、ぜひコメントでよろしくお願いします。教えてください。けどほんまに0歳からって探すと意外となんかやっぱりなくって、うん、何かしらチャンスを与えれるんだったら早めがいいかなとも思ったりするんで、うん、今夫婦ですごい悩み中ですね、うん、いろいろ試しさせてあげたいっていうのが今の一番の気持ちかな、うん、大将の寿司まだ一口しか食べてない。え、これゆりなの？あなたのです。はい、よっしゃ、引き続き食べてこっか。じゃあ今日は我が家の食卓公開という動画だったかな、うん、動画で日々どういう会話をしながらご飯を食べとるかっていう動画ですね、うん、はい、ニコちゃん完食しました。今からみかんをムイムイしてあげようかな。偉いね。デザートタイムです。結構早いスピードで食べれるようになったね、ニコちゃん。ちょっと待っててね。みかん食べるの初めて見るわ。あ、ほんと？表情が面白いかも。一番初めの時だけやっぱ慣れんけ、うん、スパって顔するかもしれん。どうだろうね。はい、食べた。意外にいける？うまし。うまいね。これこれこれ。おいしいね。みかちゃんおいしいね。はい。カレカレ。うん。よく食べるね。パパもみかん大好き。はい、ごちそうさまでした。はい、完食しました。じゃあ今日はなんかちょっとだけ真剣にお話をする動画でした。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。ぽい。